はい、どうもカズワンでございます。そしたらゴッドイーターズレイジバースじゃないわ、もうまた間違えたんや。ゴッドイーターリザレクションね、行きましょうか。で、まあいろいろプレデタースタイルのところで追加されたので、まあまずはちょっと試し打ちというか、立ち牙とサメ牙をステップとクイックのところに突っ込みました。で、なんか複数捕食時強バーストとかオラクル吸収量アップとか、この制御ユニットね、制御ユニットで、まあ、出てきたんで、まあ、一応それでつけてみましたっていう感じかな。ちょっとオラクル攻撃破壊っていうのがようわからんかったんやけど、近接攻撃で敵の一部オラクル攻撃を破壊可能、どういうことなんでしょうわかりません、私にはわかりませんということで1個任務いこうかな。通常任務難易度4入ったところですね。ビーナストラップ、バジラ1体か、バジラ1体ね。港湾、港湾でいいの、港湾、港湾地区にバジラ1体が出現した。これを駆逐せよ。コバンザメのように随伴するザイゴートとの共闘を経過せよ。バジラの頭部は破砕攻撃に弱い、ピンポイントで狙う価値は十分にあるだろうと。じゃあ、ビーナストラップ行こうか。総長に変わったんか。昨夜、ソーマ、コート、アリサ。ソーマ連れてこうぜ。で、アリサ連れてこうぜ。で、昨夜さん連れてこうぜ。コータなんで連れて行きません。ということで、行きましょう。じゃあ、これは相変わらず、封建でええんじゃねえの？よし、じゃあ、恒例で行こうかな。一応、プレデタースタイルのお披露目会ということで。まっそうに進めながらね、やっていきましょう。複数捕食時強バーストがレベル2とかになるってことなのかな。複数だから2体以上捕食したら難しいななかなか難しいじゃねえのそれ。2体以上か、厳しいなおっと HP がだいぶ減ったな俺。うん、あ、そうか、体力強化がないんや。そうやそうや、あれは冷却ブレードをつけてる時だけの近畿の技なんやこれそうやった、忘れとった。セラミックプレートなんか使ったぞ俺。セラミックプレート、さあザイゴード来いよ、もうちょいこっち来いよぜ。あんまりそっちで固まらんとってほしいんよね。バレるよねこれバレますよね。はいはい、うん、噛みついて、さあおら、お、めっちゃ時間かかる。あ、そういうことか。これ今のが立ち牙かな。うん、これがステップ捕食で最後に捕食と。ああ、これはこれは使いやすいかもしれんけど、ちょっとなかなか難しいぞ。あの立ち牙が難しい。うん、立ち牙がめっちゃ難しいな。これ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 めっちゃ時間かかるもんこれやっちまったぜこれ。これステップ捕食の方がいいかな。うん、うっと、まずい。はい、いろいろ噛みついてと。まずいよね、まずこいつをやらんと。お、アリサからのバースト。毒かー。あ、逃げろ逃げろ、逃げれへん、立ち牙できない。どうしようかな、どうしましょうかね。まあ立ち牙で捕食は時間かかるんやけどな。はいよ、でこうかな、これで噛みつく。これ時間かかるな立ち牙はちょっと使わんかもしれんな。だから俺は攻撃の途中からのこれを選択するからな今回は。ちょっと回復しとこう、これとかね。いやでもこれはこれで使いづらいねんな。あのその場でこう噛みついた時にしっかりこう捕食行動を取ってくれる方が俺としてはやりやすい、そんな感じがするかな。はい、ホールド加速にね、顔面いった方がいいかな、足いった方がいいかな。まあ二刀流って感じで。うわ、危ねえ。はい、こうね、こんな感じで。よし、ナイス、立ち牙かこれ捕食がどんだけいくかやな。これどんだけいくんやろ。これ3分の1やったらちょっとなーって感じ、ちょっとためらうかな、どちらかというと。リザーブ、
リザーブをかけるリザーブ、あれあんま関係なかったみたいな。あーガードね、これガーディング、はい。だから空中捕食も使っていくべきかな、こうやって。よし、 OK、 いいよ。オラクル攻撃破壊、わからんな。よいしょ、これで空中に出る、捕食するみたいな感じかな。これは神やな、神を当てていこう。よし、いいよ、悪くない。その攻撃待ってた、もう非常に待ってたわそれ。もう一回、おいいね。あー、立ち木場、助かった。魔物解除ね、見て。あ、威力高いな、威力が高いよ。うわい、飛びつき、その飛びつきめっちゃ怖いわ。結合崩壊を狙いたいところですな。前足、頭らへん。さあ、これでちょっと待って、こうかな。よいしょ。いや、でもこれも結構時間かかるな。危ねえな、すら危ねえな。あう。はい、これでちょっと噛みながら行こう。これ半分入るんか。あはははははは、痛い。弾を使います。ちょっと取らして。危ねえから早く取らしておくれっていうね。俺からの未来。まあもう、切れるの早いな、これ。よし、いいよ。荒神活性化。活性化しても俺は攻めるのみ。顔面らへん行きたいところ。ところではあるけども、これ使った方が。はい。ほいほいほい。来てるよ。こっち来てるよ。大立ち木は当たらないっていうことになるから、あんまりやりたくないな、そういう動作が。お、いいね、レベル2、レベル2。だから立ち木場とかそういうね、ちょっとモーションのでかいやつは、俺は使うのはあんま得意じゃないよね。うん、いいよ。よし。当たらんね。じゃあ、ホールドしてくれへんかな。でも一応ホールド持ってんのはコータやんな。もうコータ使わんとかいいだけどさ、コータの方が持ってんだよね、ホールドとか。はいはい、あー、食らう、立ち木場行く。おー、いらない、立ち木場いらない。しかも当たらない、これ困ったもんやな。なかなか厳しい戦いよこれ。まあ一回は使ってみんとわからんしね、立ち木場とかいろいろね。こうやっぱさ、新しいやつってさ、使いたくなるやん。はい、バックステップ、ていよ。ういー、まずい、これ食らうな。危ない。あ、弾出しまった。弾を出してしまっただな、いかと。結合崩壊狙えへんな。どこやその辺、危ない、これ来る。よいしょよいしょ、この辺全然当たっとらんね。うん、大丈夫な。OK、まあ、バジラ、こんな硬かったっけ、いろいろ。こう、結合崩壊がなかなか狙いづらいような気がするな。バイタル危険ですよ、酒さん。こうや。これ行こうよ。これ一番溜まるからな、今持ってる中で。チャンスじゃねえの、これ。さあ、破壊するチャンスじゃねえの、これ。なかなかやね、なかなかいかんね。ほい、リザーブ。おっと、今外したな、ごめん。ハリサは打ってくれるんやけどな、ごめんって感じだな。おお、いいね、これ破壊。オッケー、前足、頭もいただこうかな。じゃあ、もう怒ってるんか。もう怒ってたんかい。はい、続きましょう。こいつがね、なかなかね、捕食に向かわないってことは、それなりに。HP が高いっちゅうことなんですよと。噛みつけ、あー、半分ぐらいか、これマックスやったらな。この立ち木場ね、立ち木場なかなかね、結局このサメ木場かな、サメ木場もこれ使っとらんよね。いや普通に使いやすいんやもん、前使ってたやつがさ。よし、危ない、止めた。腕にしか当たってなくね、これ。それはまずい、有識自体。よっしゃ、顔面行こう。はいはいと、
空中攻撃と。いいよ。まもなく解除されても問題ないでしょう。はい、効果これでいこう。逃げてんじゃねえ、噛みつくぜ俺は。24発とかなっとるけどさはい、お、倒れたぞ。顔面いこう。はい、今です。いきます。はい、そのままいくぞ。ダウン短いな。とろいんだよ。怒ったか。荒波活性が。大丈夫か、有田。大丈夫やな。これで、ひるませれば大丈夫。オゲイオリ。いや、なかなか結合崩壊がいきませんな。あはははは、みたいな。この辺、アイテムなかった。あったあったあった。いや、どんなもんか、セラミックプレート。いや、セラミックプレート、結構使うからね。いや、それはやめよ。俺が言うとるけど、挑発はやめようで。はい、いっぱいある。いっぱいあるけど、結合崩壊、報酬追加かな。これはなかなか使えると思う。お、結構なんか手に入ったよ。ダブル A。S でもないダブル A。まあ、こんなもんかな。はい、じゃあ、OK です。どうだ調子の方は。ああ、皆まで言うな。その顔を見れば大体わかるさ。リーダーになりたてだったリンドウそっくりのテンパった顔つきだ。まずは肩の力を抜くことだな。お前が全てをこなすことはないんだ。仲間を使い自分を使い、それが信頼を生む。お前ならきっといいリーダーになれる。さあ任務に戻れ。これからもよろしく頼むぞ。いやー、こちらこそよろしくお願いしますやな。うん、間違いなくそれだけは言えるでしょう。いや、隊長としての任務その1終了でございます。ということで次いけるかな。任務次第ではいける。うわー、多いな多いな。じゃあちょっとちょっと違う任務行こっかな。4以降で行こう。4以降でなんか、グボログボロかな。これ行こうか。いや、打点集あるやん。打点集行こうか。打点集行こう。初めての打点集みたいな。じゃあもちろんね、プレデタースタイル変えていきますよ。ちょっと使いづらかったから。立ち際は、認識かな。で、サメ際は、全身シアラガミス食事に捕食を行う。これかな。で、行きましょうかね。まあ、結局、元さやに戻ってきた感じだな。で、宝剣を変えて、冷却ブレード。これで行こう。これで体力がマックスかな。150つくはず。よし。ボルグカムランじゃないわ。グボログボロ、打点手かな。極地型じゃないわ。マグマ適用型、グボロかな。よっしゃ、じゃあ行きましょう。まずこれを変えとこう。氷やな。じゃあ、この情熱的な BGM。好きやな。めっちゃ情熱的やもんな。ここで皆さんにお知らせがあります。私の左足がやばい。非常にやばいんでございます。じゃあ、まず噛みつかしてもらおうかな。はい。亀動作短縮ついてるから、だいぶやりやすいな。はい。うわ、全然ダメージ入んねえ。これ失敗やったかな。失敗やな。おっぽうを狙おう。で、結合崩壊はどこかって言われたら、どこやろな。全然噛みつけてねえわ。何やったかな、これ。何つけとったかな。このノンステップの捕食にはクイック捕食には何つけとったかな。何が発動してるとかっていうの書いてないんやな。何やったかな。まあ何でもいいんやけどね。勝てばいい話だけのことでございますから。オラクルキュール終了アップか。じゃあリザーブしといた方が得じゃねえの。ちょっと待って、オッケー。
何やったかな。なんか結構頻繁に使うなーと思って、なんかいいやつつけてた覚えはあるんだけど、さっきまでの話じゃないけどな、全然思い出せませんね。それが俺なんですね。さあ、空中捕食もいこうかな。噛みつけた。オラクル攻撃破壊と。これがよう分からんやつやな。はい。お、400ダメージ。結構入るやん。死ねえと。あー、ガードしとこう。これ危ねえよ。これ危ねえからガードな。攻撃弾は辛いで。圧倒破壊すべきは、頭のやつと砲塔かな。さあ、なるよね。じゃあ、終わるまでにリザーブも終わらしておく。はい、オッケー。うん、一撃強化バレット。あんまり見ないかな。さあ、ホールドカードにね。はい、じゃあ行きましょう。どんどん行きましょう。背びれ破壊。砲塔も破壊したいところやな。なかなか難しいけどな。オッケー、バックステップね。いや、まずいそれ。おお、危ない。活性化してます。もうすでにしてます。ファイアボール、830か。結構入るな。砲塔が入らへんな、なかなか。砲塔に攻撃、はい、ひるんだぞ。砲塔に攻撃が入りません。なぜでしょう。さあ、空中捕食もかましておいてと。うわーっと、ひる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 。で、これも入れといて。ざまあねえな。で、砲塔、砲塔、砲塔。あなたの砲塔を私にください。そろそろ使っていこうかな。結構なダメージいくんじゃなかろうかと。ダメージ値が見えない。よーい、追ってきた。あいつの攻撃は追ってきたよ。そしてこの辺かな。よっしゃ。はい、了解です。逃亡しますね。オッケー、終わり。早いね。そんな早いっすか。はい、確認しました。はい、ありがとうございます。いやー、助かりましたよ。はい、くたばりやがったか。じゃあ帰ろう。さて、戻ったらご飯作らなきゃ。ああ、俺食べたいそれ。うん、ご飯食べたい。酒屋さんの手料理食べたい。体調命令だ。作りたまえ。やばいな。私利私欲が激しいなこれ。つらかしてくれ。まあいまいちかな。スタミナ自動回復とか消費アイテム、まあスタミナ自動回復は使えるかもしれんな。レベル10で発動するやろうけど。うん、歌唱が入った。おー、いいね。なかなかいいの入るじゃねえの。ターミナルのことで2、3確認したい。あ、これがあれか、サービストラック的な。ターミナルのことで2、3確認したいんか。蛍光品や装備についていくつかの確認作業を行った。特に大きな問題はなかったようで少しホッとしたと。なかなかよく調整されている。余計な口出しだったな。ということやな。しゃあねえな、相馬。まあ、俺のこと気にかけてくれてるっていう、こう、合図かな。そういう風に捉えておこう。はい、じゃあ今回は。ちょっと、難易度4入って、まあ、前回から入ってたんか。まあ、いろいろと、まあ、敵が強くなってきましたね。で、ストーリーもなかなか面白い方向に。で、俺が隊長になっちゃったから。俺が隊長になっちゃったから、この舞台はもう最強。そんなことはないけど、うん、まあ頑張っていきますよ。はい、じゃあ今回はコメントしたいと思います。ありがとうございました。